はい、こんにちは、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半のお題はテレ朝がまたやらかしてしまいまして、言ってもないことを言ったと言って東大教授がおいふざけんなと激怒プンプン謝罪文まで出す壁になり、あたおかすぎだろうってお話と、後半は EV 信者が日本で EV が普及しないのは日本が貧乏だからと言い切ったので、その件ざっくり削りに行きます。僕の喋りを聞いて目をつけておくいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはテレ朝の荒れすぎる話題から。日刊スポーツより見出しがですね、東大名誉教授テレ朝林修番組の謝罪を受け猛省を促したいとコメント、とんでもない誤報道ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。東大名誉教授の樋口博義氏が公式サイトを更新、林修の今知りたいでしょうの誤報道の件、本日の番組冒頭で謝罪と訂正が伝えられた。カラスが群れることをめぐって、冬は寒さをしのぐために群れを作る集団生活期、カラスは集団ねぐらを作り身を寄せ合って過ごすと私が話したというとんでもない誤報の件だもちろん私はそんなことは一切言っていない。カラスは寒さしのぎのために群れているのではないし、カラスが身を寄せ合ってといったこともないと記述。ちょっと、樋口教授は激怒するのもわからんくはないのですが、なんせ相手はテレ朝ですからね、ニュース嘘だったのか、池上彰とかね、捏造ステーションなどなど、あの手の捏造報道についてはもう枚挙にいとまがありませんので、振り込め詐欺に引っかかったくらいのですね、騙された方が悪いレベルで気持ちを切り替えていかないといけません。いやー、しかしたまんないよねテレ朝の捏造体質で、私が取材班に伝えたのは、カラスは外敵から身を守るため、食物を得やすくするため群れるといった内容だが、ホームページに謝罪が出ても番組内で謝罪や訂正があっても、それらを見聞きする人の数は限られている。誤った情報が私の名前の下で流されてしまったことは残念でなりません。これを聞いた林修先生がいつ謝るの、今でしょって言ったとかないとか、いや言ってるかもしれませんけどもね、テレ朝のスタッフたちは朝昼晩とワイドショーで平身低頭謝罪し尽くした方がいいと思いますと。で、問題はカラスのことに限らない、他の番組にも当てはまることだからだ。今後このような無責任極まりないことが発生しないよう、番組の制作関係者には猛省を促したいと綴っただいぶご立腹のようでございますけども、まあこれはしゃあないか。カラスがねぐらを作り身を寄せ合って過ごすだなんてですね、存在しない行動をあるって放送してしまったようなもんですからね。なんかもう番組スタッフ全員でパラレルワールドにでも暮らしてんでしょうかね。でもそれくらい頭の中がぼっ壊れてますと。で、この件でテレ朝は22日までにウェブを更新、東京大学名誉教授樋口様のご見解を誤って放送した件について、樋口教授が発言していない内容を樋口教授のご見解として紹介するという番組側の重大な間違いにより、この分野を長きにわたり研究されてきた樋口教授の名誉を著しく傷つけたことを深く謝罪いたしますとした、さらにカラスは寒さをしのぐために身を寄せ合って過ごすということもありません。カラスは群れて木に止まっているような時でも個体同士くっつけ合うことなく間隔を保っているとのことです。いやだからそんなものはですね、国民の半数以上が知っていることだと思いますし、実際その話を聞かされたとしてもでしょうねとしか言えませんので、何の釈明にもならないと思うんですけどね。テレ朝本当大丈夫なんでしょうか。ご本質ご法はおやめください。という感じですよと。でまた番組側が誤った理解の上で放送し、樋口教授の主張として紹介するという二重の大きな過ちを犯してしまいました。今回の放送により樋口教授に多大なご迷惑と不快感を与えてしまったこと、視聴者の皆様並びに関係者の皆様に誤解を与えてしまったことを謹んでお詫び申し上げますと謝罪した。テレ朝はこれで謝罪してるつもりなんでしょうか。政治家に裏金が出たらですね、他にもやってるやついるんだろうってね、別の議員も疑いますよね。それと同じロジックを使えば、この番組は他でも捏造ぶっこいてやってたんじゃないのってね、誰もがそう思うんじゃないんでしょうかね。それに対する説明責任、僕はね、テレビ局側にあると思うんですけどね、彼らはそのことに一切触れておりません。一層疑惑が深まりましたと。で、同番組公式サイトによると、11月23日の放送回では、身近に迫る危険生物と気象の衝撃映像を一挙公開などとして、熊の被害が相次いでいる話などを扱っていた。おしまい。ということで、最後のくだりも皮肉ですよね。身近に迫る衝撃映像一挙公開って、お前らの捏造報道がですね、よっぽど衝撃だよってね、マジで頭が湧いてますよと。で、このテレ朝の謝罪文なんですけども、くまなく拝見いたしましたけど、まあ端的に言っちゃえば、視聴者を馬鹿にするような文章はやめれってね、そんな感じの印象を受けました。もうさっぱり意味がわかりません。さすがマスゴミ、いや、カスゴミですよ。とりあえず謝罪しておけば大丈夫でしょうってね、そういう横柄さがにじみ出ております。じゃあなんでそんな風に思ったのかっていうとですね、
漢字の説明が一切なくて大きな謎が3つ解決されていないからです。まず1つ目はですね、言ってもない言葉がなぜ使われたのか、この検証が全くないんですよね。百歩譲ってですけれどもね、カラスの生態を取材する際に別の教授にもですね話を伺ったんだけども、それを樋口教授の言葉だと思い込んで間違って引用しただとか、あるいはですね、資料集めをしている最中にそういった資料が混じり込んでしまい勘違いしてナレーションに付け加えてしまっただとかね、そんな風に理由があるのであれば、まあまあまあってことになるんですけども、謝罪文にはそういう背景が全くないんですよね。教授と視聴者に謝罪の弁を述べてるだけです。よくそんなんで政治家に対して、ね、説明責任をなんて言うちょりますねと、もう対応に高低差ありすぎて耳キーンとなりましたと。そして2つ目はですね、誰が実行して誰が責任を取るのかということですよね。例えば報道ステーションの捏造、ガッチャンコ編集の際にはですね、報道部に長年勤務しているベテランの派遣社員が数分間のせい世耕議員の会話についてですね、真ん中をバッサリとちょん切ってですね、前と後だけをねくっつけて、もうガッチャンコ編集でつないで桜の会の説明で国民にふてぶてしい態度を取ったかのような映像を作り出して、報道ステーションのディレクターも取り、その上の報道局長まで首ちょんぱされておりましたけれども、今回の件はわざと人を貶める要素はないかもですけれども、実際樋口教授が迷惑を被ったのは事実でしょうし、こんな誰でも分かりそうな間違いを自分がいたと放送されちゃったらですね、まあ大学教授という職業的にも影響必至だと思いますので、なのでまずは誰がこれをやったのか、テレ朝の職員なのか派遣社員なのか、もしくはですね、制作を外部に全部丸投げしちゃっていて、そこから上がってきたものをただチェックするだけだったのか、説明をお願いします。そして3つ目、番組においてこれは氷山の一角なのではということです。1と2でも言いましたけども、なぜ言ってもない言葉が入ったのか、それを誰が加えたのか、この捏造の責任は誰が取るのか全く不明です。なので実はですね、こういうことが常習的に行われており、たまたま今回バレただけで、実は氷山の一角なのではとね、そんな風にも思いますし、もし仮に実は他にも複数あったなんてことになったらですね、番組ごとお取り潰し、そんな事態もありえますから、なのでとりあえず責任の所在や背景事情はお口チャックをして、この番組を存続させようという魂胆なのではなかろうかと、信じるか信じないかはあなた次第ですという感じでございますが、まあ最近こんなのいっぱいあるけども、きっと昔からこうだったんでしょうね。昨今はネットの力でその検証ができるようになったというだけで、昔からねこれあったんだと思います。もう本当ね、やれやれでございます。さてお次は EV 信者がとんでもないデタラメで日本の国民をディスっちゃってるというお話を、メルクマールより見出しがですね、EV が日本で普及しない超シンプルな理由、航続距離、充電インフラ、いやいや違いますということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。さまざまな技術的な課題を抱えながらも世界的に普及が進む EV、 その一方で日本での状況は立ち遅れていると言わざるを得ない。11月の日本国内の乗用車の販売台数は34万4045台だ。この数字はコロナの影響を受ける以前の2018年11月や2019年11月に匹敵する。だが EV の割合は小さく、34万台のうち EV が占める割合はわずか 3.2% だ。このうちバッテリー式電気自動車、これはいわゆるですね EV と言われてるやつですけどもね、その EV のシェアは 1.9%、 それからプラグインハイブリッド車、PHV のシェアは 1.35% である。一方ハイブリッド車を含む電動車全体のシェアは前年比 48.6% から 53.6% へ大きく伸びている。この伸びは環境意識の高まりや燃費の良さから多くの消費者がハイブリッドへの乗り換えを選択していることを反映している。本来ハイブリッドは EV への橋渡し役として期待されるべきだが、しかし実際はそうではなく、多くの消費者はハイブリッドに満足しているようだ。これを聞いたひろゆきが、それはあなた個人の感想ですよねって言ったとかないとか、いや言ってないと思いますけども、でもマジで本来はハイブリッドは EV への橋渡し役だっていうのはどっから出てきた話でしょうか。こういう環境活動家みたいな人ですね、化石賞とかねやってくるんですよね。もうマジで勘弁してほしいですので、国際エネルギー機関が発行したリポート、グローバル EV アウトルック2023によると、2022年の新車販売台数に基づく日本の EV 普及率はわずか 3% である。これは他国に比べて明らかに低い。欧州では EV へのシフトが著しく、同リポートによれば欧州各国の普及率は高い順にノルウェー 88%、 アイスランド 70%、 スウェーデン 54%、 デンマーク 39%、 フィンランド 38% となっている。全部小国だなおいこれは高福祉国家のそのまんまの数字じゃないでしょうかねと、それにそっくりですよね。なお中国は 29% だ。
これに比べると日本はもはや絶望的な低さである。その結果日本も市場参入の機会を失っている。2022年の世界の EV 販売台数は約1020万台、このうち約590万台は中国メーカーが占めている。次いで米国が約99万台である。さらに EU 諸国ではドイツが約83万台、英国は約37万台、一方日本は約41万台である。割合で見ていくと中国は世界市場の 57% を占め、次いで EU 諸国が 25%、 米国は 9%、 日本はなんと 1% だ。ちょっとマジツッコミさせてもらいますと、中国で EV が売れてるのは EV が欲しいから売れてるんじゃなくて、ナンバーの発行政策によって EV はナンバーが取りやすく、ガソリン車はナンバーが取りにくくなっているんですよね。中国はちょいちょいこんな風なことをやってましてですね、市場ニーズお構いなしにですね EV を買わざるを得なくしてます。この記者本当に分かってるんでしょうか。全くジャーナルしてない感じがする。もうプンプンと匂ってきますと、でなぜ日本で EV が普及しないのか、これまで次のような理由が挙げられている。車両価格が高い、航続距離が短い、電力供給インフラの不足、筆者はなんやかんや車両価格の高さが最大の理由と考えている。遠い未来の主流になると予想されている EV だが、同クラスのガソリン車に比べて約100万円高い傾向にある。小難しいことは抜きにして、この価格差が消費者にとって購入の大きな障壁となっていることは想像に難くない。もう一回言われたいんでしょうかね、それはあなた個人の感想ですよねって感じだね。で、一例として KEV 日産サクラや三菱 EK クロスを見ると、これらの車両は政府の補助金を利用しても K の上級グレードとほぼ同じ価格である。つまり補助金があるとはいえ、ガソリン車と比較して EV を選ぶ際にはまだ大きな価格差があるのだ。もちろん維持費はガソリン車やディーゼル車に比べて安いし、構造がシンプルで部品点数が少ないためメンテナンス費用も安い。それでも手を出さないのだ。車両価格の高さに戸惑うのは言うまでもなく、今の日本は貧しい国だからである。出た、日本は貧しい国です。まるで山本太郎のようなですね、すごいお言葉いただきました。やっぱりこの人、日本をディスりたいだけのやばい人間だと思います。っていうか、この日本はヒュンダイの EV よりもランボルギーニが売れてる国なんでね、もし本当に貧乏で買えないというのならば、ランボルギーニも買えないでしょうに。もうポンコツすぎて話にならないと。で、10月に発表された IMF の最新の予測によると、2023年の日本の名目 GDP はドルベースでドイツに抜かれ4位に転落した。まあドイツならいいかなんて考えてはいけない。ドイツの人口は日本のわずか約3分の2である。そんなドイツに抜かれたのだ。はいはい、これも山本太郎のいつもの上トークってやつですよね。僕もこの状況は良いとは全然思ってないので、さっさと3位に返り咲かなければと思ってますけども、実態はでもどうでしょうか。日本は超円安局面で、ドルベース比較ではかなり分が悪いというのと、もう一つね、付け加えさせてもらいますと、今年のドイツの成長率はマイナス 0.3% と、今 EU からお荷物扱いされている国でございます。エネルギー政策、それから移民政策とひっくるめて相場沈んでいく国ですよ。まあ待ってるよと言っておきたいと。で、日本経済研究センターが18日に発表した推計によると、経済成長は低迷を続け、1人当たりの名目 GDP は2031年には韓国を、そして2033年には台湾を下回るという、2030年以降の予測と現在 EV が売れてないという話に何の因果関係があるんでしょうか。へそが千利休じゃなかった、へそで茶を沸かしますよと。で、今後経済成長が期待できないだけでなく、十分に食べていけるかどうかさえ心配な種になりつつある。だそうですよ皆さん。もう分かっただろう、航続距離が短い、電力供給インフラの不足、確かにこれも EV の普及を妨げている要因ではある。しかし結局のところ、日本人が EV を買えなくなっていることが最大の要因である。ブルジョアでもない限り、一般庶民にそんな余裕は全然ないのだ。おしまい。ということで、この記事長文につきとことこすとばしております。全文知りたい方は概要のリンクからご覧ください。はい。で、この記者は川名道太郎というですね、おそらくはペンネームかと思いますけれども、零細企業の社長さんだそうで、この記事がライターとしてデビューということらしいので、まあちょっと過激に炎上狙いでですね、 PV 稼ぎたい一心でこんなこと書いちゃったんでしょうかね。もうわざわざプロフィール欄にもですね、インターネット上にバッコしてる熱狂的な内燃ファンに物申したいだって。もうこんなあざといキャッチコピーをつけてるあたりもですね、炎上マーケティングで一発当てようかみたいな感じなんですね。まあ僕らの業界でいうところのマーケティング臭がプンプン匂う男でございます。
こういう人を相手にしてもあんまり意味がないんですけども、ただ一つだけね言わせてもらいますと、本当に貧乏で EV を買うのをためらっているのであればハイブリッドも買わないですよ。だってハイブリッドって普通車のね、価格と比べた場合だいたい30万円割高なんです。貧乏で初期コストを1円でも削りたいのであればハイブリッドも買わないですよ。じゃあ逆にハイブリッド車の普及率が一番高い国ってどこよ。この日本ですよね。ちなみに普通車ベースでね、軽自動車を除きますよ、普通車ベースで、2022年ハイブリッド車がどれくらい売れたか、日本の普通車の 49% がハイブリッドですよ皆さんこれほとんど知りませんけどもね、昨年の日本の普通車の約5割がハイブリッド車になっているんです。みんなノーマル車よりも高い車買ってるんですよ。30万円以上高い車ね。まあ昨年は部品不足で車の生産がうまくね立ち上がらずにですね、加えてガソリン高と重なったもんですから、こういった特殊な数字が出てくるのかもしれませんけども、まあそれくらいですね割高な車を自ら購入してるんですよ。ちなみにですけども、先月11月の単月で見たらですね、ハイブリッド車は普通車ベースで 50.3% ですね。高い車今でもバカ売れしてるんですよ。どこが貧乏なんでしょうか。まあ名もなき人をですね削りに行ってもねしょうもないので、これくらいでやめときますけども、もうちょい数字を見て書かないと読者がついてきませんよってね、このライターに警鐘を鳴らしたところで、今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして、最後はほっこり届けてしまいたいと思います。ハイブリッド車とかけまして超燃費走行をする人と解きます。その心はモーターモーター走るいやこれ本当ね、プリウスとアクアに多いんですよね。全員がとは言いませんけども、モーター駆動をね意識して走ろうとしてるんでしょうかね。向こうの信号が青なのにもうね後ろを走ってるのモタモタ走ってて、で結局その信号を渡れずに赤になってしまって、もうそんなシーンがもう何回もありますよ。僕も昔プリウスに乗ってたので気持ちはわかりますけどもね、でもやっぱり巡航速度はそれなりに出していきましょうよということで、本日も面白かったらためになってたからですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。